皆さんこんにちは。元 K-1 ファイターの中澤潤です。本日の、お題はですね、タケル VS 那須川天心、本当に試合が起きるのかというお話をしていこうと思います。12月31日ですね。昨年の12月31日、いよいよタケル選手がライジンの会場にですね、来てですね、しかもそれがお忍びで来たんじゃなくて、しっかりとその最前列の席でですね、ライジンのカメラにしっかりと映されながら、タケル選手が来てましたね。これの意味とは何なのかっていう感じですね。あの時、まあ、リングの上上がって、試合の発表があるのかななんて思ったんですけど、その辺はね、何もなく、なんかすかされた感じで終わっちゃったんですけど、まあ、天心くんとね、握手して終わったっていう感じでした。ただね、まあ、私の以前の動画とか見てもらっても分かると思います。結構前からこの伝説ってあったんですよ。もう業界でタケルと那須川試合決まるよっていう話が僕の耳にも入ってました。ただ、それを YouTube に上げたりとかして、実際試合が決まらなかった時、まあ、数々の批判中傷のコメントがいっぱいありましたけど、でも本当にあったんですよ。で、多分裏で今でも動いててそういう形になったと思うんですよね。で、実際昨日ですね、タケル選手の YouTube でも、僕はここに行きたい意味とはそういう意味だっていうようなことを、言っていたみたいなので、まあ、そういった意味ではね、間違いなく、まあ、タケル選手自身も、試合が決まるかもっていう体で、今動いてるんだと思うんですよ。ただタケル選手と那須川選手がもし試合をするってなった時ですね、お互いね、本当に知名度もありますし、協賛も集めてますし、まあ、それこそどちらのプロモーションで、ライジンでやるのか、まあ、ライジンでやるんだと思います、K-1 でやるのか、それともライズでやるのかっていうところでですね、ぶっちゃけもうビッグマッチなんですよね、日本で考えたら。いや、海外で考えても、あの階級で立ち技っていうことを考えると、本当に世界最高峰の戦いが起きるかもしれないわけですよ。で、そうなった時にやっぱり大人の事情ですね、どこの団体がその試合を組むのか、どこが利益を勝ち取るのかっていうのももちろんあると思うんですよ。で、今かなりね、そういったところで2人は戦いたいけど戦えない大人の理由っていうのがあるんだと思うんですよね。はい。で、まあ補足なんですけど、補足というか、まあ、追加ですね。以前僕は那須川天心が、勝つと言っておりました。タケル選手には那須川とタケルはタケル選手相性が悪いと言ってました。ただね、ちょっとね、最近の天心くんの試合を見てですね、結構タケル選手も相性的にいけるのかななんていうことも感じてきましたね。やっぱりね、天心くんを今まで苦戦させてる、実質、天心くんが負けていたロッタンとの試合なんかも、まあ、プレスをかけてですね、天心くんは距離を作って戦うファイターなので、あのプレスをかけて潰していくような選手っていうのがやっぱり苦手なのかなと思います。フィジカル生かして戦ってくる感じがね。で、前回のその天心くんと戦った大臣の選手ですね、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、その選手の試合もですね、1ラウンド目もう天心くんが圧勝してたんですよ。しかし2、3で意外とね、蹴りをバチコンバチコン食らってて、結構腕痛めてたみたいですね。左腕ですか、サスポーなんで腕を痛めてて結構戦いづらかったみたいです。っていうところでですね、1ラウンド目耐えてくると結構タケル選手が 2-3 で押し返せる、盛り返せる可能性っていうのは非常に高いのかなと思います。しかもですね、前回のあのタイ人の選手、多分タイのチャンネル7かなのチャンピオンだと思うんですけど、53キロなんですよね、バンタム級なんですよ。 53.5 キロかな。しかもタイの、試合って当日計量なんですね。なので 53.5 キロで計量を測ったら 53.5 キロで試合してる人たちなんですよ。しかし、日本の試合とか、まあ、アメリカの試合っていうのは基本的に前日計量なので、 53.5 キロで計量をクリアした後に、皆さんリカバリーして試合してます。ということはですよ、1階級上なんですよ、日本の選手っていうのは。だから 53.5 キロで試合する人は、55キロとかぐらいまで、ダイエットで体重を落として、55キロから水抜きをして 53.5 キロに絞って、で、55、6キロに体重を戻して、試合当日、計量翌日ですね、試合をしてるという流れなんですよ。
なので、天心君は 57.5 キロとかで最近も試合してるんで、本気出せば55キロで試合できるとか言ってましたけど、57.5 キロの選手に今なってると思うんですよね、体つきから見ても。 57.5 キロってことは、天心君の通常体重が64、5キロなんで、そこから4、5キロ絞ってですね、60キロに体重を1回して、その時点で結構もう体脂肪率が低いよりもバッキバキの体ですよ。で、そこから最後水抜きをして 57.5 キロに、絞ってですね、試合当日61キロとかで今試合してると思うんですよ、現状の天心君で。っていうことを考えると、先日のライジの試合って何キロだったっけ？53では 100% はないじゃん。57点いくつだもんね。そう、天心に有利。そうだよね。だから多分ね、あっちの体重のこう体重全然多分足りてないと思うんですよね。通常体重が多分57、8キロぐらいしかないと思うんですよ。で、そこからダイエットして試合当日 53.5 なんで、試合当日朝一に計量して、お昼過ぎには試合なんで体ってって考えると無理な減量ってできないんですよね。体がつっちゃったりとか力入らなくなっちゃうんで、だから、適度なダイエットしかできないので、多分57キロぐらいしか体重ないはずなんですね、普段の体重が。で、53.5 キロに絞って試合してるんですよね。ってことを考えると、もう2階級ぐらい多分体重差があるマッチメイクだったと思います。で、2階級下の選手相手にあんだけ蹴りを食らってちょっと痛めつけられてたってことはですね、結構同じ階級の選手だったらもしかしたらもうワンチャン、もうちょい追い詰めていたのかもしれないという幻想は抱きますね。まあ、タケル選手がミドルキックの選手ではないんですけど、タケル選手はね、60キロとかでも試合したりとか、まあ、適正体重は 57.5 キロだと思います。ってなるとですね、本当にお互い適正体重同士の試合になってくると、那須川が一方的な、有利な展開ではないのかなと思います。まあ、どこで試合をやるのかわからないのですが、おそらくライジンだと思いますが、まあ、非常にね、夢のあるドリームマッチだと思うので非常に楽しみですね。はい、皆さんにお知らせです。私のパーソナルトレーニングが、始まりました。概要欄に、詳しく書いてあるので、皆さんそちらもクリックしてみてください。チャンネル登録、いいねボタン、そして、こんな動画出してもらいたいよっていうものがあればですね、コメントでいただければ、リクエストに答えていきたいと思います。皆さん、ありがとうございました。